木工にして、牧場職人。著名部は、木工を専業とした品部で、著名は、日本初期末期、第十一に、著名県の再起部が法書を献上した、と出ている。また、和名類受賞には、摂津国川辺群ためな京のことが挙げられている。大阪府池田市から、兵庫県天ヶ崎市、伊丹市、川西市にかけ、稲川沿いに広がる平野のことを、稲野という、 日本初期末期第10の王人天皇期には感染、カレーノのエピソードがある。老朽化した船を焼いて取った塩を諸国に売って資金を得て新しい船を建造することになり、諸国から500銭が集ったが、無向水門に停泊中に白木船の出荷が引火したことが原因で多くが消失してしまったため、白木人が攻められた。白木の国王はこのことを聞き、 大いに驚き慌てて優れた交渉を立てまつった。これが著名部の先祖だと紹介されている。日本書紀巻第十四によると、真似の常に刃先を誤らず、刃をこぼさない様子を有約天皇に怪しまれ、天皇に誤って石に当てることはないのかと尋ねられた。真似が決して誤らないと答えた。すると、天皇はうねめを呼び集めて、衣服を脱ぎふんどしにして、 人前で女相撲を取らせた。その様子を見とれた真似は刃先を誤り、有力天皇の手前で豪語したことと違ったために、処刑執行となるところ、その仲間が真似の処刑による匠の牧場技術の失伝を憂う歌を詠んだ。それを聞いた有力天皇が処刑中止のための使いを出し、執行寸前で中止となり、ことなきを得た。 なおこの天末を記述した箇所が、相撲という言葉が用いられた、最も古い記録である。日本書紀、P217、岩波文庫、1994年、日本書紀、忍徳天皇38年7月上、現在でも、漁船の浸水式にあたる、船おろしの儀式に、人ンとして塩を用いる起源とされる。日本書紀、応人天皇31年9月上、日本書紀、 有楽天皇13年9月上、ありがとうございます。